はい、こんにちは。松陰坂学院で数学を担当してます、小俣と申します。よろしくお願いします。今日はですね、式の計算の、式による説明というテーマのところでやりたいと思いますね。問題が、この2行の問題になってます。偶数と奇数の和は、奇数の和は奇数となると、この訳を文字を使って説明しなさいとなってますけど、今回ね、ちょっと難しいので先にね、ちょっといろいろ話しちゃおうかなと思うんですけど、まあ、文字を使って説明しなさいっていう風になってるんだけど、まあ、この2行の中に文字なんてどこにも出てきてないから、まあ、自分で文字を導入しなきゃいけないのね。今回のテーマは文字導入ということになります。文字を導入する、文字導入ね。で、まあ、ちょっとポイントを書いておくと、まず今回問題文に偶数とか出てきてるね。偶数とか出てきてるから、偶数っていうのは、2の倍数でしょ。2の倍数だから、こういうのはね、2の倍数だから、偶数っていうのは文字を使って一般的にどうやって表せるかっていうと、2の倍数ってことはね、これ 2× 整数ってことなのよ。2の倍数ってことは 2× 整数ね、つまり2の倍数ってことね。偶数ってのは 2の倍数で 2× 整数ってことだから、だからまあ整数適当に、まあ、n とか m とか持ち出して、まあ、こうやって 2n とかっていうふうに表すことで偶数を表せますね。だから、例えば偶数っていうのは、こうやって 2n とかで表せるわけだね。じゃあ逆に言うと、奇数とかは、奇数っていうのは、奇数っていうのはこれは、偶数に1を足したものっていう解釈ができるから、だからこれは 2× 整数まあ、これで偶数ってことね。まあ、これで偶数でしょ。これに1足したら奇数だから。だからこれが奇数の表記になりますね。まあ、ここも自分で好きな文字持ち出して、まあ、例えば整数だったら m とかね。そうすると、2m 足す1とか。まあ、こんな風に持ってこれるから。だから、奇数は例えば、まあ、こんな風にね、表せたりしますね。で、まあ、大事なのは、この n と m は整数じゃなきゃいけないからね。例えば、2×0.5 とかだったらさ、これ2の偶数じゃないじゃん。だから、ここは整数じゃなきゃいけないんですよ。だから n と m は絶対整数じゃなきゃいけない。だから、まあ、n と m は整数ね。一応、n と m は整数。はい。いいですかね。そしたら、まあ、もう一個ぐらい、おまけで一応話しておくと、まあ、例えばよくね、問題になるのは3連続整数とかね、3連続整数とかよく話題になったりするんですよ。3連続整数とか、3連続整数で、3連続整数ってのはよく、まあ、1個子電数、まあ、整数1個こうやって決めたらね、まあ、n と m 使ってるから、ちょっと、まあいいか。まあ、文字は何でもいいんですけど、まあ、こうやって n、n 足す1、まあ、n 足す2って表したり。まあ、この辺をよく、この式による説明っていうテーマの時に使いますね。いいですかね、こんなところで。まあ、3連続整数は n、n 足す1、n 足す2でもいいし、よく n 引く1、n、n 足す1っていうふうにね、表したりもするかな。まあ、こういうふうに3連続整数を用意することもよくありますね。
じゃあ今回の問題やってみたいと思いますけど、はい、じゃあちょっとやってみますね。回答、じゃあ、問題を読んでみると、偶数と奇数の和は奇数となるって書いてあるから、自分でこう書いていきます。じゃあ偶数を2n、 奇数を2m たす1とすると、で、まあ、一応注意なんだけど、基本的にここの文字は変えてくださいね。同じ n、 必ずしも同じ数値がここに入るとは限らないから、 n は変えてください。それがまず注意事項の1点目で、もう一つは n と m はね、これ整数なのね。これ抜けると減点されるから必ず書くようにしてね。自分で置いた文字は必ず自分で定義し直してください。まあ、イメージわかるかな。こう自分で勝手にこうやって文字を出現させてるでしょ。だから新しい文字を突然出現させたら、必ずその文字がどんな条件なのかっていうのをね、数学は書かなきゃいけないんですよ。だから今これ勝手に作った文字だから、その文字が満たす条件を必ず書き出すという形ですね。ですかね。はい、じゃあちょっと続きいきますね。そしたら、偶数と奇数の和は奇数となるって書いてあるから、じゃあこれ足してみますね。これはとりあえず、まあ、2n たす 2m たす1ね。そしたらこれどうなるかっていうと、偶数と奇数の和は、まあ、奇数となるって言ってるのね。だからここでちょっと、この後どうするんだろうって思うんじゃなくて、奇数っていうのは、この形で表せることなんです。この形で 2× 整数たす1っていう形で表せたら奇数って言えるんだね。だからここの部分を2でくくってみようと思うわけです。そうするとさ、ここの n たす m っていうのは、これって整数でしょ。整数ね。だから 2× 整数たす1っていう形になるから、この形できてるってことですね。 n たす m も整数なわけですよ。いいかな。ということでそれを書きます、ちゃんとね。ここで n たす m は整数より2括弧 n たす m たす1は、今言った通りで、これは 2× 整数たす1だから奇数となりますね。これは、奇数となると。はい、ということで、今奇数になることを文字を使って説明できたので、よって示されたと。いうふうに結びますね。まあ、こんな感じです。一応ね、3連続整数の方はに関しての説明は、次の動画の方で、またもう一回、式の説明を挟みたいと思いますので、ちょっとそこに関してはね、気になる人は次の動画の方を見てくれたらなと思います。はい、というわけで、じゃあ今日は、式による説明の1回目ということで、こちらで終わりになります。じゃあ、よかった人はチャンネル登録と、高評価お願いします。じゃあ以上です。お疲れ様でした。